ソヘイラ・スイッティー・キーソヘイラ・スイッティー・キーは、アフガニスタンの軍人、政治家。イム少将、アフガニスタン軍最初で、唯一の女性召喚。暫定政権と移行政権で、保健省を務めた、パシュトゥーン人、ザーヒル・シャー国王の親戚、アフガニスタン人民民主党党員。1962年、モスクワの医科大学で学び、1975年、 第一モスクワ医科大学で医科科学準博士の学位を取得した。事後、軍事病院で軍医として働く。その後、カーブル中央軍事病院の医師となり、1992年のムジャーヒディム政権受立後もそこで働き続けた。1995年のターリバーム政権受立後、一時、罷免されたが、彼女と姉妹がチャドルを着用しなくても良いという条件で、 タリバーンの下で働くことに同意し、カンダ・ハールの病院の主任医師、カーブル軍事病院の主任医師、院長を務めた。2001年11月、ボンデの交渉において、保健省として合意される。同年12月、ハーミド・カルザイ暫定政権の保健省。2002年6月、移行政権の保健省。無党派として知られる。ありがとうございます。